空と精霊の喜び、それが神の国、義と平和と精霊の喜び、それが神の国。
おはようございます。おはようございます。正味上げ、心から礼拝を捧げてまいりましょう。最初に今日の聖書をお読みしたいと思います。詩編の119編65節から72節まで、私と皆さんとでお読みしてまいりましょう。主よ、あなたは御言葉の通りにあなたのしもべによくしてくださいました。良い不安なことを父よ私に教えてください。私はあなたの仰せを信じています。苦しみに遭う前には私は迷い出ていました。しかし今はあなたの御言葉を守ります。あなたは慈しみ深く良くしてくださるお方です。どうかあなたの掟を私に教えてください。高ぶる者は私を偽りて塗り固めましたが、私は心を尽くしてあなたの戒めを守ります。彼らの心は死亡のように傍観です。しかし私はあなたの身教えを喜んでいます。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。あなたの御父の教えが私にとっていくつかのものを金銀に勝ります。アーメン。 アーメン。続いて使徒信条、そして主の祈りを告白してまいりましょう。私たちが信じていること、我らは天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よりに下り、
一回に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしより来たりて、生けるものと死にたる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。続いて主の祈り。天に祈ります我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものまでは。アーメン。礼拝の祝福のためにお願いいたします。ご臨在の主よ、あなたの皆を心から賛美いたします。今日こうして私たち一人一人主をあなたを求め、あなたに礼拝を捧げるためにこのところに集まりました。主が豊かなご臨在を持って一人一人をお取り扱いくださいますことをありがとうございます。神よ、どんな時にも主を信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎください。神は我らの酒どころであるという言葉になります。このようにいろいろな課題があります。コロナの問題もあり、いろんな病の問題もあります。しかし主よ、そのすべてのことを主をあなたにより頼み、あなたに導かれてその問題に取り組むことができますことをありがとうございます。どうか一人一人にあなたの助けを与え、あなたの祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。今日は御言葉を持って私たちを導いてくださいます。今日もまた素晴らしいあなたの御言葉が与えられますからありがとうございます。我らが牧師に豊かな聖なる蔵を満たしてください。今日もまた素晴らしいあなたの御言葉を私に与えてくださることを感謝いたします。主をあなたに期待いたします。期待し感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主に賛美を捧げてまいりましょう。主の憐れみと慈愛がこの地に注がれていくように祈りましょう。また私たちは日々人間関係の中でさまざまな傷を受けます。家庭、職場、地域で、そうした中で私たちのうちにある心の傷、またさまざま囚われているものから解放されるようにですね、このことをご一緒に祈っていきましょう。さらに私は数のために祈ります。
そしてこのコロナ禍の中にあって政府が正しい判断を下せるようにそのことを祈りたいと思います。 BGM を流していただいて一緒に祈っていきましょう。お父様ありがとうございます。この地上の地上を進めてください。皆様一人の心を語りをしています。そして神様は我々が勝っている。神様はものができないと思っているけど変えることができない。神様は心を語っています。その地にあってから慌てて進む地上を進めてください。そして神様は多くの人が傷ついています。主よ、人々の心を癒してください。解放してください。そしてあなたの愛と恵みを受け取ることができるように心にお願いいたします。皆さん、主に愛する兄弟姉妹たちのうちに癒しと解放を祈ります。神様、神様、風を覚えてください。風のようにて主を救い、皆さん平和を与えられていきますように。ただこの子のために思ってください。どうぞ主よ、主よ、聖霊に魂を支援それでは代表して藤原さんの一言祈ってください。斉藤市長の祝福、そして、ここには教会が4つありますね。日本キリスト教団の教会、聖公会、ルーテル同胞教会、そして2つには聖教団の教会もあります、ほとんど牧師不在ですね、この教会がここにその牧師が与えられるよう、またリーダーが励まされて教会が強められるように祈りたいと思います。特にこの能代の若者たちが進学就職先で、福音に触れて救われていくように、またこのギデオンの働きで聖書学が学校関係に配られていますので、このギデオンの聖書学が祝福されるように、このことを BGM の中でご一緒になりましょう。そして皆さん祈るときはですね、心で祈るのもいいんですけど、小さい声でもいいので口から出して一緒に祈っていきたいと思います。じゃあ BGM お願いします。神様、どうぞこの国の皆さん、斉藤市長を祝福してください。神様、このコロナの中で知恵を与え、その町を本当に導くためのこの決断で知恵の清さを与えてください。ただ4つの病気を呼ぶください。神様、牧師さんを与えてください。
どうぞ、この時代の働きを続けられてくださいね。聖書を読みして、神様、この聖書を読みして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 、感謝いたします。それではどうぞ、お気に入りいただいて、さらに主を褒めたたえてまいりましょう。神の国ってどんなところなんですかね。イエス様は御国が来るように祈りなさいと言いました。神の国というのは義と平和と聖霊の喜びが満ちているところです。その神の国がこの地に必ず訪れます。アメン。ところでどうでしょうか、皆さんの心の中は神の国が来てますか。皆さんの心の中にはいつも神様の御心に生きていきたい、イエス様を主として歩んでいきたい、そういう思いがあるでしょうか。そして心の中にいろいろな問題はあるけど神がくださる平安があるでしょうか。そして聖霊様による喜びが満ちているでしょうか。どうですか。いやそんなことない、いつも悪いこと考えちゃう、人も許せなくなっちゃう、苦々しい思い、平安どころか怒りでいっぱい、喜び、ふざけんなみたいなね。皆さん、イエス様言ったんです。神の国が来るように祈りなさい。私たちはイエスキリストを信じた者として、この日々の生活の中においても、私たちの心の中にですね、神の国を受け取ることができるわけです。そういう生き方を私たちは学んでいこうじゃありませんか。今日はですね、ローマ書の2章1節から16節、ローマ書の2章の1節から16節になります。こちらの方に御言葉が映りますので、この2017訳でご一緒に交互に読んでいきたいと思いますね。一節が私、二節が皆さんと登録します。ですから、すべて他人を裁くものよ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。そのようなことを行う者たちを裁きながら、同じことを行っている者よ、あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですか。それも神の慈しみ様があなたを悔い改めに気づくこともしないで、その豊かな慈しみを忍耐と寛容を感じているのですか。あなたは頑なで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え、悪を行うすべての者の上にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り、神にはエコひいきがないからです。なぜなら、律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が義と認められるからです。彼らは律法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も証ししていて、
彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。私の福音によれば、神の救いは神がキリストイエスによって人々の忘れた言葉を伝えられる人に言われるのです。アメン。どうでしょうか、皆さん読んで来られたですかね。どんなことを言ってるんでしょうか。実は前回見た1章の後半にはいわゆる異邦人の罪について記されていました。この自然界を見るときにですね、天地創造の神様を誰でも認め信じることができますにもかかわらず、その神様ではない人間が自分の手でこしらえた偶像を神として拝んでいる。その結果、不貧困や貪り、さまざまな罪が蔓延しています。ところがですね、ユダヤ人はどうでしょうか。彼らは天地創造の神を信じているんです。そして神に選ばれた特別な民です。律法も与えられ、割礼も受けている。ユダヤ人であることがいわば救いの保証のようなものですね。ユダヤ人たちはそういう立場に立って異邦人を見るときに裁いちゃうんですね。ほら、彼らは偶像を拝んでる、罪を犯してる、私たちは彼らとは違うんだ。でもパウロが言うには、そう言っているあなた方も実は彼らと同じような罪を犯してるんじゃないのって言ってるんですね。でも高ぶりのゆえに、裁くゆえに心が固くなになってしまって、悔い改めることができないんだ。神様は平等な方だよ。ユダヤ人であっても異邦人であっても、一人一人がした行いに応じて裁かれる。その裁きというのは、実はイエス様がこの地上に再臨されるときに最終的になされるんだ。だからそのことを覚えて、裁きの日に備えて心を改めなさい。そういう内容をですね、この全体を通して言っているわけです。皆さんどうでしょうかね。私たちは恵みによってイエス様を知り救われました。またこうして毎週教会に来ています。昔犯したような罪は犯さないでしょう。そして周りを見るとどうですか。神でないものを神として拝んでいる人たち、同じような罪を犯している人たちを見てですね、何やってんだあいつらは、しょうがないなって上から目線でついつい裁いてしまう。でもそう裁きながら、どうでしょう、私たちもやっぱり悪いことを考えます。嘘、偽り、怒り、憎しみ、汚れ、そんな罪をいつも犯してるんじゃないですかね。でもだんだん心が固くなになっていって、いや私はクリスチャンだから、私は教会に行ってるからと、間違った安心感を持って心がどんどん固くなになっている。そういう私たちに今日の御言葉はとても考えさせてくださいます。この一節から三節を最初に見たいんですけれども、もう一度読みますね。ですから、すべて他人を裁く者よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。そのようなことを行う者たちの上に、真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っています。そのようなことを行う者たちを裁きながら、同じことを行っている者よ、あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですか。皆さん、ちょっと手を、こっちは左、右か、右手を出してもらっていいですか。こうやってやるとですね、よく人差し指、こういう感じですね。こうやって私たち人を指すでしょ。あの人はさとか、何やってんだよって、こう私たちはやるわけですね。だからよく人差し指って言うわけですよね。でも今日の箇所を見ると、こうやって私たちが人差し指で誰かをさばいていくと、この親指はどこを向いてるかというと、天を向いてるわけです。実はこれ、神様に対して私たちは罪を犯すことになるんですね。で、人差し指は1本ですけど、こっち自分向いてる方は3本です。つまり倍返しで
自分に裁きを下す、そういうことですよね。分かりやすく言うと、ですから私たちが人を裁く、それは神様に対して罪を犯し、自分に対して裁きを下すことになるんだよ、そういう警告をしています。このことについてイエス様は警告しました。ルカの御言葉一緒に読みましょう。3、はい、裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。皆さん、御言葉の中に神の知恵と真理が隠されています。私たちは今日の朝詩編の歌詞を一緒に購読しました。その中で神様、どうぞあなたの知恵を与えてください、そういう祈り叫びがあります。まさにこの御言葉一つ一つが皆さん神の知恵なんですね。天国の知恵です。イエス様は裁いちゃいけないね。そうすると自分も裁かれないよ、人を罪に定めちゃいけない、そうすれば自分も罪に定められないよ、言い換えると裁くと自分も裁かれる、誰かを罪に定めると私たちも罪に定められてしまうということですよね。そして2番目、実は人を裁くというのは自分を正しいとする自己義、高ぶりの罪だということなんですね。ヤコブの御言葉を読みます。3、はい、律法を定め裁きを行う方はただ一人であり、その方は救うことも滅ぼすこともできます。隣人を裁くあなたは一体何者ですか。律法を定めた方は神お一人です。それに応じて裁くことができる方もただお一人です。その方は救うことも滅ぼすこともできます。なのに同じところに立って周りの人たちを裁くあなたは一体何者ですか。裁くことができるのは神様だけですね。私たちが人を裁くっていう時はその人よりも自分を高く上げてるんですね。いわば上から目線です。そしてそれは高ぶりという罪の中にいることを私たちは忘れてはいけません。同時に人を裁くということは神の裁きが下るんだということなんです。皆さんどうですか。本当に今ひどい時代ですよね。もう毎日新聞そしてニュース報道を見ると不正や理不尽なことがたくさん起きてきます。そしてそれを見るときに私たちはどうですか。平安でいられます。怒りが湧き上がってきますよね。なんで国のトップの人が、責任を委ねられた人がこんなことするんだ、ふざけんなとですね、思うわけです。また家庭の中を見るとね、お父さん方、そんなエバってんなら家のことちゃんとやれよとかですね、ちゃんと働けよとかね、なんかこうざわきたくなります。子供たちを見るとね、もっといい子でいろとか勉強しろ、もう職場に行くとね、何やってんだなんて一日中皆さん怒りに燃えません？腹立ってきますよね。そしてそれを煽るようなコメンテーターがですね、毎日のようにテレビの中に出てくるわけです。あれ煽ってますよね。と私たちの中に怒りがこみ上げてきて、そうだそうだそうだよね、うん、なんて変なところで同調しちゃうわけです。皆さん平安を持つことができますか。私はできないですね。で私の場合はですね、まあ、いろんな方のこう時々相談を受けていくとき、例えば一番身近なのは自分の家族ですね。自分の家族がもし職場やいろんな場所で理不尽な目に遭ってる、そんなことを聞くと平安でいられるでしょうかね。聞きながらだんだん腹が立ってくるんですね。そして祈るときにはもうヒートアップして、あのヨハネとヤコブのように、主よ天から火を下して焼け滅ぼしてくださいイエスの名によってそいつをひどい目に遭わせてくださいって
祈ってる私を、私は本当に正しいんじゃないかなと思ってしまうことが時々あるわけですけど、皆さんいかがでしょうか。愛する教会の皆さんがですね、何か理不尽な目に遭ってると、それを聞きながらだんだんヒートアップしてきます。それでチキショー、大事な教会の人たちになんてことしやがるんだって思わず呪いの言葉を吐きたくなるのは私だけでしょうか。でもその結果何が起こるかっていうと、私の心がどんどん固くなりになっていくのが分かります。怒りと、そして憎しみと、そして固くなりに心がなっていくんですね。そして神様の愛も神様の平安もありません。なんかいつもイライラしてるんです、自分で気づく。神様の御声が聞こえません。そして心が本当に落ち込みやすく、傷つきやすくなっていく。皆さん、この一つが神の裁きじゃないですかね。クリスチャンであろうと、そうじゃないものであろうと、私たちが人を裁いていくときに、実はそのようなことを私たちの身に受けていってしまうということなんです。神はどのような方なんでしょう。御言葉を読みましょう。3、はい、それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか。神様は正義の方ですから裁くことができます。神様は私たちの罪を見てですね、何やってるんだって天国から裁いて罰を下したら、それは正義ですよね。でもその権威を持っている神様でさえそのことをしなかったんですね。さ、かえって私たち罪深い人間を憐れんでですね、イエス様の十字架の救いを与えてくださったんです。そして今日も私たち一人一人が自ら悔い改めて神に立ち返るようにと、忍耐と寛容を注ぎ続けてくださっている。皆さん、これは神の愛なんです。それを軽んじちゃいけないとパウロは言っているんです。こんなにも神様が私たちのことを、そしてこの全ての人間のことを愛し憐れみ忍耐を持って、今なお天の父なる神の右の座に置いて祈り続けてくださっている、その神様の愛をあなた方は軽んじているんですよ。この御言葉も読みます。3、はい、あなたは固くなで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる見怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。先ほど言ったように、私たちが人を裁いていく、人を罪に定めていく、そして私たちはどんどん心が高ぶり、固くなる心になるんですね。そうすると自分自身が悔い改めるということができなくなります。不思議ですね。何か罪を犯しても、いや、みんなこれやってるし、何か悪いことなの、人を許すことができます、ね、そして人を裁きます。また悪いことを考えます。時にはみんながやってるから、でもそのことに対してあんまり心が痛まないんです。そして教会に来た私たちは、主は素晴らしいと言います。賛美します。でも平安がないんです。神の臨在を失っていきます。でもこれは御怒りの日の怒りを自分のために蓄えているということですね。皆さん、ユダヤ人がユダヤ人であるから救われるのではないのと一緒で、私たちが教会に来てるから、洗礼を受けたから、私たちは何をしてもいいというわけではないんです。皆さん、イエス様の十字架によって全ての罪は贖われました。にもかかわらず私たちが神に背を向け罪を犯し続けていくならば、この御怒りの日に私たちは裁きを受けるでしょう。私たちは神を侮ってはいけないわけです。イエス様の例え話がルカの18章9節から14節にあります。この中で当時自分を正しい、神に
喜ばれていると自称するパリサイ人、また人々からも自分も罪人であると自認する主税人の祈りが出てきます。9節の御言葉一緒に読みましょう。3、はい、自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話された。そして、ね、2人の人が祈るために宮に登っていった。1人はパリサイ人でもう1人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。一方主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れてください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。皆さんどうでしょうか。私たちはこの例えの中に出てくるパリサイ人のようなものでしょうか、それとも主税人のようなものでしょうか。私たちは他の人の罪や不正や弱さを見たときにどうしたらいいんでしょう。人を裁いてはいけないということをイエス様は私たちに警告してくださいました。じゃあこのプラスの意味でそういう場合はどうしたらいいんでしょう。まずイエス様の模範を見たいと思いますね。御言葉を読みます。3、はい、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。これはイエス様の十字架の場面の祈りですね。イエス様は30歳になってから公生涯を始められました。最初の生き様はかっこいいですよね。まだ30歳、家族30歳、ね、家族ぐらいですよ皆さん、イエス様ってね。で、あのぐらいの若者がですね、なんと聖書の真理をパッと語っていくんです。そして当時の、宗教家たちをギャフンと言わせて、また祈ると病気が癒され、悪霊が出ていき、奇跡が起こる。そして多くの人たちが和幸にですねついていくわけです。もう感動してね、かっこいい、憧れます。そこまでいいんですけれど、ところがあの十字架につけられる前後どうでしょうかね。なんと宗教弟子たちに裏切られる、そして宗教家たちの罠にはめられ、そしてあの裁判、大勢の民衆が十字架につけろと言って、そして鞭で39回打たれ、茨の冠をかぶせられ、惨めな姿で十字架に貼り付けになる。皆さん、かっこいい生き方ですか。かっこ悪いよね。ああはなりたくない。でも皆さん、その十字架上でイエス様がそうした当時の人たち、いや全ての人たちの罪を見たときに裁くのではなくて、この祈りをしたんです。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。私たちの罪の身代わりに十字架で死ぬばかりか、罪の許しを宣言してくださった。これがあるから皆さん、私たちに救いの道が開かれました。アーメン。もしイエス様がここで切れてですね、ふざけんなって裁きを宣言したら、その瞬間裁きが全人類に下ったでしょうね。実はかっこ悪いように見えるけれども、この惨めな十字架の死、
そこで罪を許す姿こそ皆さんかっこいい生き方ですよ。アメン。ここにイエス様の模範があるんです。これは簡単だったんでしょうか。いいえ、皆さん、神の子イエス様にとってこれほど屈辱はないんです。でも主は苦しみながら、葛藤しながら、砕かれながらこのことをなさった。またイエス様を信じたステパノはどうだったでしょう。彼も神様に本当に用いられた人です。でもリベルテンというこの、異邦人教会だったと思いますけど、このシナゴーグに属する人たちから言いがかりをつけられ、最後は一騎打ちの刑で殺されます。そこにはあのパウロも実は加わっていたんですね。この御言葉を読みましょう。3、はい、こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでいった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。さらっと書いてますけどね、皆さん、こんな理不尽な死ありますか。何一つ悪いことをしていない、神の御心に従いイエス・キリストのことを伝え、彼の顔は見つかりのように輝いていた。そしてその石を投げられる、痛いですよ皆さん、苦しいですよ。でもその中で主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと祈ったんです。この祈りのゆえに首謀者であったあのサウロがこの後劇的な神の恵みと憐れみによって改心するんじゃないですか。これはステパノが罪の許しを祈ったからなんです。イエス様の模範、ステパノの模範を見ます。復活のイエス様は弟子たちに素晴らしい約束をしました。この御言葉も読みましょう。3、はい、イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、死が私を使わせたように、私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。復活のイエス様、弟子たちに現れてくださった。でも皆さん思い起こしてほしいんです。あなたを決して裏切らないと言ったあのペテロ、そしてイエス様が捕らえられた時に蜘蛛の子を散らすようにイエスを見捨てた弟子たち、イエス様が処刑される時にその近くにいた男の弟子はヨハネだけです。あとはみんな逃げちゃった。私だったらね、3年半本当に愛を注いで育てた弟子たちが裏切ったら許せないね。もうなんかひどい目に遭わせてやりたいなと考えてしまいますね。一言ぐらいなんか言いたいね。でもイエス様はそのような弟子たちを責める言葉、罪悪感、罪責感を負わせるようなことは一切しませんでした。アーメン。平安があるようにって言ったんです。愛する皆さん、神様は皆さんに罪悪感や罪責感を持ち続けてほしくないです。あなたの心にいつも平安があるように願っているのがイエス様なんですね。そしてそのイエス様はこの弟子たちに聖霊を受けなさい、その後に何て言いました。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されるって言ったんです。不思議な言葉でしょ。弟子たちが誰かの罪を許すなら、その人の罪が許される。でももし見ているのに許さなければ、それはそのまま残る。これはどういう意味なんでしょう。私たちが罪を犯している人の代わりに、主よ、あの人の罪を許してください、私は許しますと言ったら、その人は救われるっていう意味でしょうか。いいえ、それは違います。苦
悔い改めは一人一人の個人的なものなんです。ここで言っている許されるという言葉、人はですね、罪を犯していくと何が起こるかっていうと、いわゆる罪悪感、罪責感というものがその人の中にいわば蓄積されていくんです。蓄積されていけばいくほどですね、罪に対して鈍感になります。なんで心が固くなになっていくんです。そういう人たちにですね、愛を語っても、そういう人たちに手を差し伸べても反応することができません。なんで罪がそのまま残ってるからです。でも私たちが罪を見たときにですね、主よ、彼らの罪を許してください、神様、私にこんなひどいことをした人ですけれど、イエス様、あなたにあって許しますと言うなら、その人のその罪が実は罪悪感、罪責感として蓄積するというよりも取り除かれて、そしてその人にとっては非常に解放感がやってくるんです。ということは、そこに神様の憐れみと恵みが注がれた時にですね、それを本当に受け取って悔い改めに導かれていくということなんです。言ってること分かりますか？だからこれをすることは、人々が神の憐れみと恵みが注がれていく中で本当に悔い改めに導かれていく。でも私たちがそれをほっとく、逆に裁いていくとですね、その人だけじゃなくて自分自身に対してもマイナスになっていくんだ、そういうことを実はここでイエス様が教えています。この御言葉を読みましょう。3、はい、あなた方が何かのことで人を許すなら、私もそうします。私が何かのことで許したとすれば、あなた方のためにキリストの御前で許したのです。それは私たちがサタンに乗じられないようにするためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。皆さん、悪魔は現実的なものです。そしてサタンはいつも目に見えないように巧妙に働いています。サタンの性質、一つの大きな性質は訴えるものであると聖書は言っています。神の御前でいつも訴えるんです。誰々がこういう罪を犯した、あいつらが罪を犯した、罪を犯した、裁くんです。ですから悪魔は、私たちクリスチャンは、人々が人を裁くときに巧妙に働くことができます。人を裁かせます、そして煽らせます。そうすると悪魔がその人の中に要塞を築くことができるんです。単なる怒りではなくて、怒りが蓄積します。そして許せない心が強くなります。そうすると単なる一時的な感情ではなくて、皆さん、そのようなものに私たちが支配されるようになっていきます。悪霊がその人のうちに乗り移るというよりも、そのことを拠点として私たちが非常に縛られていく。皆さん、言ってること分かる？だからパウロはこのサタンに乗じられないようにするためだって言うんです。その秘訣はキリストの御前で許すということなんです。皆さん、今日このことをもう一度私たちはぜひぜひ身につけていきたいですね。許すとき何が起こるんでしょうかね。私たちの教会に開拓初期からヘンリー・グルーバー先生が何度も何度も訪れてきてくださいました。ここで素晴らしいメッセージも語り、皆さんお一人お一人の解放と癒しのためにも祈り、個人的にも予言もしてくださいました。でもその中心的な働きは地域を歩いて取りなすということだったんですね。で、私は初めその意味がよく分からなかったんです。歩いて何を祈ったらいいんだろう。でもね、先生が教えてくださったことの中心は、実は許しを与えていくということなんですね。私たちのこの町を見ても罪に満ちています。そうでしょ。さまざまな偶像、そして過去に無実の血が流された場面、
また家を歩いていくと家庭の中で歪みのような聞こえてきます。いじめがあります。そして事件があります。そういうものを見ていったときに、私たちはイエス様にあって、主よ、この罪を許してください。そしてイエス様がこの十字架で死んでくださったこと、そのことのゆえにこの罪を犯した、代々罪を犯し続けてきたこの地の人たちの罪を許しますと。そしてこの地の主が、王がイエス様、あなたであることを宣言します。これは中心なんです。そうすると何ですか？今まで残されていた罪が許すことをとって取り去られているということは、非常に堅くなであったその地域の人たちの中に、神様の慈しみと憐れみが望みやすくなるということじゃないですか。アメン。ちょっとこれ読んでみますね。あなたが許しを行うとき、神はその罪人から罪責の重荷が降りるようにします。すると彼らは楽になり、プレッシャーが取れて、何か違うと感じられるようになります。彼らはまだ悔い改めていないが、彼らの上に神の慈愛が流れ始めます。皆さん、こうしませんか？私たち家庭に帰るときに、多くの家には偶像があったり、罪深いものがあります。皆さんがご両親を見たり、ご主人や奥さんを見たり、子供たちを見るときに、そこに罪と思えるもの、痛ましいものを見るでしょう。私たちはそれを見て心痛め、腹を立て、裁き、時には何やってんだ、ただ怒鳴るだけです。でも今日から聖書的な考えに思いを変えてみませんか？それを見たときに、主よ、この罪を許してください。私の夫が、私の子供が、私の両親が犯しているこの罪を、イエス様、あなたの御名によって許しを宣言します。そして神の愛と憐れみが家庭に流れるようにしてくださいって祈ってみたらどうですか？まず皆さんの心の中から怒りや妬み、また傷が癒され始める。そしてその家庭の中に神の愛と慈しみが流れ始めます。皆さん、責められ続けて悔い改めた人は聞いたことがないです。皆さん、そうでしょ？皆さんもどうですか？いつも怒られてたらどうしますか？私だったら嘘をつきます。なんで？怒られたくないから、ね、そしてその人を避けます、あるいは無視します。神様はそういうことをしません。私たちに愛と慈しみを送り続けて、それに感動して、自分から主の前に罪を認め、神に立ち返り、キリストと共に生きるようにする、これが神の方法なんです。であれば私たちもその方法でいきませんか？責めても裁いても、それは悪魔の策略に陥るだけです。であれば家庭の中で許しを宣言しましょう、ね、神じゃないものに手を合わせて拝んでる人見てね、しょうがないな、何やってんだよ、サタン出てけなんてね、言っちゃいがちかもしれませんけど、そうじゃなくて、主よ、許してください、知らないんです。そしてこの代々なされた罪をイエスの名によって許します。愛と憐れみを注いでください。ニュースを見るときにコメンテーターに煽られないでください。そうだそうだじゃなくて、主よ、この事件を起こした人を憐れんでください。その罪を許します。アーメン。ちょっともう時間がないので飛ばしていきますね。イエス様はあの十字架の上で私たちと新しい契約を結んでくださったんですね。この最後の晩餐、杉越の食事の中で、イエス様はパンとぶどう汁を持って、この聖餐式、今日ね、これから持ちますけど、聖餐の時を持ちました。ちょっとこの御言葉を言いましょう。3、はい。食事の後、杯も同じようにして言われた。
この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。イエス様があの十字架で自ら命を捧げてくださいました。そして尊い血を流すことによってユダヤ人だけじゃない私たち異邦人とも新しい契約を結んでくださったんです。それはこのキリストを救い主として受け入れるだけで罪、人生の罪全てが許され、神の聖霊がお一人お一人に与えられるということです。そして私たちには復活の希望、神の国の希望が与えられます。このような素晴らしい皆さん契約をイエス様は結んでくださったんです。これに私たちが反抗を押すためには自分の罪を悔い改め、イエス様を自分の救い主として受け入れ、この方と共に歩むという信仰の決心をすることでこの契約は締結されます。アメン。素晴らしいでしょ。でその上で、あ、ちょっと待ってくださいね。知っておいてほしいことはですね、この御言葉を言いましょう。3、はい、もし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し私たちを全ての罪から清めてくださいます。イエス様の十字架のこの新しい契約によって信じる者の罪は全て許されたんです。ところがですね、私たちは罪許された罪人です。人生の中でそれでも罪を犯していきます。その時にですね、ああ別に許されてるんだからいいんだではなくて、私たちがその罪に対して神様の前に謙虚に告白していく、神様の許しを受け取り続けていくということの重要さを教えています。最初に見たあの裁く姿勢に立っていると心が固くなになって、実はクリスチャンになってもこのことができないんです。私たちも神の前に悔い改めましょうって、何を悔い改めるの、別に悪いことしてないし何を悔い改めたらいいんだろうってことになるんですね。でも皆さん今日もう一度思いましょう。私たちは自分を裁き続けていないですね。これも人を裁くのと一緒です。多くのこの10代の若者たちが自分を許すことができない、自分を裁き、そして自傷行為を繰り返しています。自分に罰を与えるんです。そして心が壊れていきます。私たちもこんなに神が愛し許してくれた自分を裁いてばかりいませんかね。何やってるんだ自分、しょうがないな、これは皆さん大きな罪です。また私たちが自分の伴侶や両親や子供たちや、また周りにいる多くの人たちをいつも裁いているとするなら、今日私たちがそれを認めてへり下って神様の前に許しを受けるべきことじゃないですか。私たちは、ね、正しく生きてきてもこの世は不条理ですもんさ。そうでしょ。これが罪に満ちたこの世紀末の世の中ですもんさ。もっとひどくなります。それに支配されて悪魔の策略に引っかかってはならない。このような時代だからこそ私たちは許すことを学び続ける必要があります。そして神様の許しと清めをいつも受け取っていくということが必要です。そうするなら心が守られます。そして多くの人の救いと変化を私たちは見ていくことができるんじゃないでしょうか。ですから今日もう一度ですね、自分の中でそうだな、ああ私は多くの人を裁いてたな、もしそう思うならそのことを神の前に素直に認めて悔い改めませんか。また私たちの中に本当にひどいことをされたら許さなくなります。当然です。許せということすら酷な場合もあります。でも神様の知恵は私たちが許すことなんですね。感情はついてこなくても、主よ私にひどいことをした母親を許します。
父親を許します。職場のあの人を許します。心が痛むでしょう。でもそれが癒しを受けるための皆さん一歩です。手術を受けるとき、治療を受けるときも最初は痛いでしょう皆さん。でも最初の痛みはあっても、その後楽になる、癒されていくわけです。そして皆さんの周りに罪があるなら、今日家庭の中から始めて、職場や地域、そして皆さんがもし近所をお散歩するときにですね、罪を見たら、それをイエス様にあって許すということを練習してみたいと思いますね。そういう生き方が私たちの心に神の国を来たらせる秘訣だと思います。義と平安と聖霊の喜びです。ちょっと BGM を流していただいてですね、少し皆さん静まりましょう。そしてもうちょっと BGM もうちょっと、少し神様の前に心の中でもいいです。小さく口に出してもいいです。今言ったことを少し祈りましょう。
聖霊の恵みを今与えてください。神様、自分を祝福します。家族を祝福します。地域を祝福します。職場を祝福します。イエス様の御名によって、アーメン、アーメン。もう一つですね、私たちはイエス様を信じたときに契約をしたんですね。で、神様は契約の神様なんです。で、神様は一度結んだ契約は絶対破ることはありません。私たちがイエス・キリストを通して結んだ新しい契約、あなたがイエスを信じとどまっている限り、あなたは神の子供として、どんな失敗をしても罪を犯してもそれでも許し続け、愛し続け、主の恵みをあなたから離れ去ることはありません。アメン。でも皆さん、それは神様の名前です。でも契約を結んだ私たちもそのことを厳格に厳粛に捉える必要があります。ああ、なんかイエス様信じたよね、一応洗礼も受けたけど、そうじゃないです。契約です。だから私たちは特にこの聖餐式にあたってですね、そうだ、私はイエス・キリストを信じ洗礼を受けるときにイエス・キリストを受け入れたけれども、神と人の前にこのことを誓った、ああそうしながらそのことを曖昧にしてたな、もう一度この聖餐を受けるにあたってこの襟を正して最初の契約に立ち返ろう、その皆さん姿勢ってとても大事だと思うんですね。先週イスラエルについてのハイライトの祈りの時がありました。そのハイライトの中で川端先生という方がメッセージをしてくださったんですね。で、その先生がクリスチャンであるならば神様の前に2つ制約してますよ、まあ、教会で結婚式をもし挙げたとするならば、神様の前にですね、誓うわけです。辞める時も飛ぶ時も愛し敬い慰め助けるっていうのね、誠実を尽くすっていうことをお互いの間というよりも神様の前に結婚の制約をします。で、ある一組のカップルの話をしてくださいました。そのカップルはですね、結婚記念日になるとその結婚した時の誓約をもう一度二人で読むんだそうです。で、そうだね、誓った、神様の前だからこの1年もこの世に生きていこう。結婚して数年は非常に良かったそうです。でも最初いい夫婦関係もですね、だんだんそれが10年20年経っていくと崩れていくものです。忙しさであったり、また互いの中でのいろいろ問題であったり、で、あるご主人が、片方ご主人がね、もう今年の結婚記念日やりたくないもうやりたくないだけど奥さんが、でも一応やると決めたからって、また渋々ですね、気持ちはついていかなかったけれど、その制約を読んでいった時にまたそこに引き戻されて、リセットされて夫婦として歩み始めていることができる、そんな話をしてくださったのを聞いて、私本当に感動しました。皆さん、私たちの救いも一緒ですよ。アメン。そして私たちは実は4つのことを洗礼式の時にですね、聞くわけです。ちょっと1番読みましょうか。3、はい、あなたは天地の造り主、生ける誠の神の御を信じますか。皆さんどうですか、信じますか。はい、信じますって普通言うんです。皆さん本当に信じてますか。天地創造の生ける神の御信じてますか。私たちがたくさんの周りに偶像があります。日本は年中行事の中で神社に関わるものがたくさんあります。亡くなった人を仏様として拝んだりします。でも皆さん、神のみ信じるということは、もうそういうことはしないということなんです。アメン。だから私たちがそういう風習のゆえに、弱さのゆえにしていったら、
今日リフレッシュ、リセットして、そうだ、このように誓ったんだ、神様だけ拝んでいく。二つ目、あなたは神の御子イエス・キリストの十字架の贖いによって救われていることを確信しますか？確信しますか？確信します。皆さん、イエス様の十字架によってあなたの罪は贖われました。このお方を信じるだけであなたの罪は許され救われたんです。これにプラスアルファいるんですか？いらないんです。聖書あまり読んでないしとかね、関係ないんです。だからこのことをもう一度、そうだ、イエス様の十字架によって救われた、これを私たちはもう一度告白します。3つ目、じゃあ3、はい、あなたは聖霊の恵みに信頼し、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願いますか？願いますか？メン。ご利益は欲しい、天国には行きたい、でもそれは日曜日だけ、月曜から土曜日までは関係ない、俺が好きなように生きて何が悪い、祝福だけ来い。違います。皆さん、与えられている聖霊の恵みに信頼するんです。アメン。自分の力で頑張るっていうよりも聖霊様に頼って生きて、イエス様のしもべとしてふさわしく生きること、これを願うんです。皆さん、御言葉に生きるということです。やめますか？もう一度誓いましょうよ。皆さん、そして4番目、3、はい、あなたは自分の最善を尽くして教会の礼拝を守り、教会員としての務めを果たし、証しの生活をすることを願いますか？このことも皆さん誓ったんです。いや、神様信じてるよ、家でお祈りをしたり礼拝をしたりするのはいいよ、でも人はあまり好きじゃないでも皆さん、神を愛することと隣人を愛することはセットなんです。イエス様そのことを強調しました。イエス様が弟子たちに与えた命令は一つだけです。私はあなた方に新しい命令を与える、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいって言ったんです。だから神様を愛すること、隣人を愛することっていうのは話すことができない。私たちはキリストの体の一員です。そういう中で一人一人がこの礼拝を最善を尽くして本当に喜んで捧げていくこと、またこの教会の体の一部として皆さんに与えられている働きがあります。祈ることかもしれません。あるいは皆さんが証しをして人々をキリストの弟子としていくことかもしれません。また教会の人たちを慰める、あるいは音楽の賜物がある、あるいは弱い人たちのお話を聞いてあげる得意な人もいるでしょう、まあ、そういう証しの生活を立てることを願いますか？皆さん願いますか？今までこれの時にちょっと考えさせてくださいという人はいなかったというか、そういう言えない雰囲気だったかもしれませんけれど、私たちはね、神様の前にこのことを誓ったんです。今日このことをもう一度神様の前に新たな誓いを持って主と共に歩んでまいりましょう。続けて聖餐式を持っていきます。聖書を読みします。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主を渡せる量パンを取り、感謝の祈りを捧げてもって、それをさっきこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方がこのパンを食べ杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲むのがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ、また飲むものは自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、6月をありがとうございます。今イエス様、あなたの前に私たちは洗礼を受けた時の聖約を思い起こし、
もう一度そのことを思い出してあなたの前に誓約いたしました。どうぞ一人一人が新しい気持ちで、神様、この新しい契約の中にこの一月も歩むことができるように助けてください。一人一人のうちに義と平和と聖霊の喜びが与えられるように、神の国が豊かに与えられるようにと心からお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞパンを掲げてください。これがあなた方のためにの私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。パン召し上がってください。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。召し上がってください。お祈りをいたします。どうぞ自分の胸にですね、手をちょっと置いてください。天のお父様、あなたの愛と恵みと慈しみを感謝いたします。神様、サタンは嘘つきです。そして私たちに人を裁かせ、また私たちに罪悪感、罪責感を持たせ、そして私たちの心から平安を奪い、怒りと、そして神様、不安と恐れと、そして私たちの心と体をも破壊しようとします。でも神様、あなたは御言葉の剣を持って今日その敵の要塞を打ち砕いてくださったことを感謝いたします。私たちは許しを通してそのような要塞を打ち砕きます。神様、今もしお一人お一人のうちに自分ではどうすることもできなかったそのような過去の痛み、トラウマ、また神様、理不尽な思いの中で神様、受けてしまった悪しき者の要塞があるなら、今イエス・キリストの御名によって一人一人のうちになされた罪が許されることを宣言します。そしてその一切の悪魔の要塞が今イエス・キリストの御名によって打ち砕かれ取り除かれることを宣言します。悪魔よ、その汚いその手を一人一人のうちから離して退くように宣言いたします。そして今あなたの愛と憐れみが注がれて一人一人の心の傷を癒してください。一人の一人のうちにある深い痛みを、トラウマの領域を、悲しみを、神様、人々から言われた様々な言葉の棘を引き抜いて、そこにイエス様の血潮を塗り、精霊の豊かな油が注がれていきますから、ありがとうございます。そして主よ、あなたの義と平安と精霊の喜びが、お一人の一人のうちに今湧き起こりますように、精霊に満たしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願わくば主イエス・キリストの恵み、主なる神の恩愛、聖霊の親しき交わりが皆様方一同と共にありますように。アーメン。
私の魂を生き返らせ、あなたの道へと導かれます。たとえ死の影の谷を歩いても私は恐れません。永遠にあなたが私と共におられるから、おられるから、あなたは私の羊飼い、乏しいことは何もありません。主は憩いの水のほとりに私を導いてくださいます。皆のために私の魂を生き返らせ、あなたの道へと導かれます。たとえ死の影の谷を歩いても私は恐れません。永遠にあなたが私と共におられるから、おられるから、皆のために私の魂を生き返らせ、あなたの道へと導かれます。たとえ死の影の Hey